眠いよ。2日間おつおつ。かよーしてるよー。皆さん、かわいいんでしょう。目元メイク良いとさ、目元のメイクが怖いのコメントが連番してるんだけど。メイク一緒だけど。けど、まつげかな。下まつげ。移動全部、でも移動はなんか振り笛見てた。やばい、振り笛を見てました。全然寝てない、寝れなかった。眠い言ってないのに可愛すぎたとかひどいんだけど。着替えるよ、そら暑い。2日間お疲れ、ありがとう。可愛いでしょ、玉ねぎヘア。玉ねぎさんです。昨日は三つ編みで玉ねぎ、もうボサボサなっちゃった。ここら辺とかやばい。メール見て携帯投げそうになった。あれは保存できます。ミオさんのストーリーです。あれはね、ミオさんのねストーリーに載せてくれてた。ミオさんが嬉しいですね。ゲームじゃないけど可愛すぎそう、寝れてないのだから眠い顔なのかな、余計ね。来週はね。ひどい、幕張自体来てないのもひどい。そう、ミオさんのレーンの人はいつも優しくて手を振ってくれるんですよ。ミオさんとミキさんに、またやってるよって言われた。淡路島出身じゃないけどじゃないけども、聞かせて。メロメロだよ、ミオさん。ストーリー私はもう3分とかで見ました。しかもなんかもうレナとねはぐれて、レナとはぐれて本当にね10分後とかに、10分とかであげてた。めっちゃ可愛くない？仲良しです。震えながら来て結婚してみよう。こんばんは。 CD まだ届いてないの？まあ、大丈夫だよ、まだ1週間ある。1週間って言っても5日か、あと5日以内に届かないと。まあ、5日あったら届くよ。なぜかってなんだよ。くーって何？忘れな。仲良しです。ミオさんは普通にもう仲良しだよ。同期ぐらい喋ってた今日も。今日はなんかしんどいです、疲れました。なんかね、なんか寝れなかった全然。語って。めっちゃツンデレなの本当に。なんかレナがケータリングでご飯選んでたのね。ご飯選んでたらなんかなんかドーンってお尻で攻撃してきて
ミオさんってなって、いやなんかご飯取らないんですかみたいに言ったら、なんかシューマイだけもらうって言って、これ好きなのミオめっちゃ似てない、好きなのミオで食べてるとこも遭遇して、なんか面白かった。シューマイ、シューマイとあのミオさんをアピールしてきた、レナにシューマイ食べてるっていうアピールをしてきた。でね、1人2個だったの、そのシューマイが。そのシューマイが1人2個って書いてて、んで、あのミキさんが来て、なんか1人シューマイ2つだからみたいな、シューマイ1人2つまでだからねっていう注意喚起をしてて、めっちゃおもろかっためっちゃおもろくない？めっちゃおもろい話でした。2つまでだからねみたいな言ってて注意喚起出してるよと思ってめっちゃ食べると思ったんじゃない？ガキレナはもう取ってたから、そう、レナが先に取ってなかったらさ、なんかレナはおかずを順番に取るんですよ。なんかこれはいらないかなとか、サラダは取らないとか、あんまりなんかサラダとかも全部 取るから、だからなんか一人二つ、昨日はなんかさつきちにさ譲ったじゃん、あげたんだけど、一人二つまでのなんかカステラ、普通にそれはいらなかったから、でなんかさつきちが食べたいって横で言ってたから、あげるよって言ってあげたんだけど、今日もミオさんにあげればよかった。もう先にレナお弁当作っちゃってて、シューマイね取っちゃってたの、けど本当に美味しかった。もうちょっとミオさんがもうちょっとお尻攻撃を早くしてくれてたらあげてた。ごさごさだ、うん、取ろっかなこれ、お風呂入りたいし。毛先長めです、昨日も今日も。欲しかった。これは三つ編みじゃないんです。玉ねぎヘア。玉ねぎヘア。玉ねぎヘア。いつの間に？もうね、ずっと仲いいよ。で帰りもね、なんかめっちゃ可愛かったよ。めっちゃ可愛い。いつもだったらなんか、レナが面白いこととか言っても、なんかウィーみたいな感じでなんか笑ってくれないんだけど褒め、可愛いとかも言ってくれないんだけど、そうなんだけど、帰りはなんかなんか明日も頑張りましょうねみたいな話をして、気をつけてくださいねみたいな言ったら、なんか明日も頑張ろうね何これ好きじゃん、もう俺のことって感じで、ね、可愛かった、可愛いすでした可愛いすでしたねめっちゃおもろくない？本性出てる、ツンデレの本性が、本性出してきた最後らへんに最後本性出てましためっちゃ可愛いよね、やばいでしょ、可愛いでしょ、本当に可愛いでしょ、これをみんなに伝えたかった、来たかった、楽しかったよ今日も。何分くらいで完成？マジで一瞬だよこの玉ねぎヘア、本当に一瞬。これはミクルンと一緒にやった髪の毛、あやばいボサボサになっちゃったって言ったら、大丈夫だよ可愛いよ全然大丈夫って言ってくれたから、じゃあいいやって言ってしました。今日はレナはケータリングは食べたんだけど、一緒に食べるっていうか、その時はもうお弁当にしてたから食べてないです、今日時間なくて全然
目に入るドキドキ。玉ねぎ可愛いですよね。裏山でしょ。時間の問題やばい。あ、すごい、すごいでした。ありがとう、200回目ありがとう。そう、めっちゃ笑った今日も。今日めっちゃ笑いました。今やってて、やばいね、大変だね、やばいね。もう私たちもなんですけど、やばいですよね、疲れちゃうよね、移動って。ケータリングの今日のお昼、お昼はうどんとそばだった。うどん食べた、あったかいうどん。んでお腹減ってなかったからお弁当にして、シューマイはお昼なかったの、夕方のケータリング、変わってからのケータリングで。そう、一瞬全然ね食べる時間なかった。そう、仲良しだから。スーツのねなちゃん可愛かったですか。マイメロめっちゃ暑かった、今日やばかった、本当にめっちゃ暑かった、やばい。スタッフさんね、こうやってやってたのね、こうやってやってたらスタッフさんに、なんか暑いのみたいに言われて、暑いよねそれみたいに言われて、やばいですよ、めっちゃ暑いですよって言ってた。今日もかいね、知ってるよね。めっちゃ暑いよ、本当にやばい。え、でしょ、大きかったでしょ、写真見たでしょ、思ってたより大きかったでしょ。思ってたよりね、大きいんですよ。100回目ありがとう。めっちゃ暑いね、6位なんだね。めっちゃ暑いよ、マジ暑い。それは言えなかった、言ってよかったのにね、マジ暑かった、めっちゃ暑かった。中だからまだいけるかなと思ってたんだよ、なんだけど、でもあれツーショットでマジで良かったと思う。しかも座りで、前にさ、握手とトークはなんか暑いから着ない方がいいみたいになって、暑いからやめようってなってツーショットになったじゃん、今日になったじゃん、お前メロ。マジでそうしないと本当にやばい。そんなめっちゃ暑くはないけど、いやめっちゃ暑かったけど、そのなんか汗だくになる方がはね、あれだけどね。一応なんか中冷房ついてたっぽいしね、扇風機欲しい。もう手動でこうやってやってた、パタパタパタ、こうやってパタパタパタってずっとやってた。今日32度もあったんだ、知らなかった。確かに暑かったわ、今日全然外出てないからね、賞味ほぼ中だからね、着ぐるみやばいね。え、マイメロが可愛かった、嘘、本当にマジで。イエーイじゃん、ピンクだしね、めっちゃピンクだもんね。あつうん、雨ね、降ってたわ、確かに。ちょっとだけ、え、梅雨だろ、こうやって。地震全然気づかなかった、ロットらしいね。みんなは大丈夫だった、だるまだ。今日のお花可愛かった。え、そう、こんなボロボロの髪型なのにありがとう、可愛いって言ってくれて。やば、ダンスしなあかんのに。今日はなんか帰ってきて、レッスン場で11時ぐらいまでやろうと思ったら、ちょっと今日はねスタッフさんがいないってことでできなかったです。だからうんね、
3時間ぐらいはできるかなと思ったけど無理でした最悪やだ。 家でさ頑張れへんっていう感じわかる。あの立ち位置に入りたいからさ、家でも全然さやれることはたくさんあるんですけど、立ち位置に入りたいじゃないですかって思ったけど無理だったよ。何入った、いやレナでしょそこは土曜日日曜日雨、もうなんか梅雨なんかな、土曜日日曜日というより梅雨っぽいね。てか薬局か行こうと思ったんだよ、そしたら空いてなくて最悪と思って後で薬局行こっかな、どうしようね。気合入るというかね、立ち位置に入りたいって感じ。結局行きたいよ。いろいろね不足してるんですよ。梅雨に入る、なんでいいじゃん梅雨。梅雨って元気なくなるから元気の時に会いたくない。元気あんまりない時に会いたくない。もうえでも梅雨って6月7月からだっけ、早いのかな今年は。え薬っていうかあのね、あのキッチンハイターとかトリートメントとかって感じ。日用品です。湿度、今日湿度やばい、さっきまで除湿つけてたけど寒くなったから冷房にした。全然薬とかね、あの湿布とか痛いからとか体調悪いからとかじゃない、日用品ただのこば。ね、えなんかねレナがあのマップで見てた薬局よりもう一個先に薬局があって、でなんかそのレナが閉まってる薬局が Google マップで見た時にやってる薬局だと勘違いして帰ってきちゃった。Google マップでやってるのになんでやってないの、そこのお店の前を通ったのにやってなくて、でもう一回帰ってやってるって書いてたのになんでやってないのと思って、もう一回 Google マップを見たらもうちょっとだけ歩いたところにあったの、やってるところが。もう最悪と思って、もういいやと思って、でも今日は疲れたからもういいです明日だね、お母さんに言った、明日行きなって言われた。うんーそうなんだ、遅いんだ来週梅雨入り。やだ梅雨やだ、梅雨ってどんぐらいで終わんの、1ヶ月続く、1ヶ月もない。やほー、そう日用品ってやつです。全然元気、マジ薬とか全然ね買わないね、薬局とかで買わない、頭痛薬ぐらいじゃない。ドラッグストアって安いよね、まだこっち引っ越して1回か2回しか行ってないけど。劇場の3階まで行く元気がない1時までやってんだね、え残念すぎて普通にやばかったんだけど、やってない、なんかめっちゃ音符が来る夜中じゃないけど、まあ、でももう10時か、早っ、10時か、早いね今日、早くはないだろうけど早い気がする。ねえやだね、梅雨やだ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 、アホ毛やばくなる、梅雨になった瞬間もうアホ毛やばいわかる、アホ毛やばくない、アホ毛ね、やってー、うわっ1ヶ月もあんの、やだやだね、怪我していいよやだ1ヶ月やだ、イブ派です、梅雨ね、毎日頭痛いよね、もう梅雨の時とかマジで頭痛くなる毎日ね。アマゾンね、久
久しぶり、おはよう。これ？これをってこと？これ俺何してって言おうって思ってたってこと？え、そうなの？マジで？玉ねぎ。もうボサボサすぎて。あれやけど。取った方がボサボサになるからさ、ボサボサやけど一応置いと。つかかんつかい、ありがとう。ね、普通ね。あ、いや、わかんの？なんでわかんの？わかんないでしょ。キスニー派です。みんな多いね。キュゴセキュゴセ、いいよいいよ。なんかね、ツーショット会だとさ、ハートがさ、なんかこうやってなってたらしい。こういう感じに、うん、ちゃんとハートになってなかったかな、わかんない。首短いからさ、ここの形がね、なくなるのね、変ですよね、わかる。何生活にいた。マジだよね。課題っていうか、あのスクーリングやばいんだよ。本当に、もう本当にやだ。やめたい。もうお金払うからやめさせてって感じ。入学金払うからさ。てかさ、なんかさ、噛まれたんだけど虫に。やばくない？ありえない。かゆい。やばいよね。やばくない？普通に困りました。夏だから。うん、でももう本格的な夏じゃない？暑すぎるよ。ゲームにってどういうこと？これ？沖縄ってもう梅雨だったんだ。わかる、引きこもりたいよね、めっちゃわかる。川だと思う、多分。やばくない？わかる、ここ。わかりますか、皆さん。ここね。わかります？ここです。めっちゃ痛そうじゃない？かゆい。かゆいです、かゆい。かゆいよ。パソコン買わないと。噛まれたって言った？蚊に刺されとも言うけど、噛まれたって言った？あれな、蚊に噛まれたって言った？蚊に刺されたも言う。もう腫れてる、めっちゃかいちゃった、痛い。だから梅雨が遅れて短い。遅れてんの？今年は。ね、何も塗らないです。バッテン痛い。痛いじゃん、バッテンは。パソコン買ってない。課題いつまでとかない？通信だから。虫除け塗る、嫌だ本当に。え、噛まれたって言った？あれな、嘘本当に嘘。蚊に噛まれたって言った？マジで無意識だった。怪我してよー。くーグーグーグー。キュアレナに会えなかったって言った。え、会ってないっけ？あ、でも一瞬しか会ってない。ほぼ会ってないね。確かに覚えてないもん。ん？会ったっけ今日？会ったよ、一応会ったけど会ってない。会ったけど会ってない。もう本当に一瞬だった。おやすみ、ありがとう。名古屋ライブ行ってきたよ。そうだったんだ。雨大丈夫だった？
踏まれたって言うんだ。それはね、あれあんま言わないけど。けどさ、よん。よん。猫となんだっけ、22、23。猫と浴衣か。着ないと、浴衣着ないとじゃん。浴衣って苦しくない？早く来週やってほしい。いやいや違うでしょ。爪にも会いたいと思うけど、レナにでしょ一番は。そんなね、遠回しに言わないでよ。伊勢関西弁楽しんでた。ハマってるね。レナがちゃんと教えてるからね、関西弁を。ひわに教えてるから。23行くね、待ってるね。浴衣、豊か浴衣なの。その雨降ってんの外。そうなんだ、やば。手が課題する気にならんって言い出しそう。あ、普通になったら浴衣ねって思うけどさ。でも猫かぶらしちゃったんだよ。なんか全部なんかかぶんないで行こうって思って、なんだっけ、うんうん。次じいちゃん会いたい。はあ、おかしいって。何言ってんの、何言ってんの。確かに会ってほしいわ。なんかどんな反応するんだろう。ここみ、ここみのファンとして会いたい。ここみってどんな反応なんだろう。どんな反応だと思う、みんな。ここみ行ったことある人。味疲れるからそれはないかな。22か23が猫、22か23が浴衣。どっちか忘れた。え、いやね、関西弁めっちゃうまいよ。うまい、めっちゃうまいです。土日どっちが猫。え、わかんない、どっちだ、どっちですか。Tシャツ恥ずかしすぎるからやめとく。なんで着てよ、Tシャツだからいいじゃん。本格的に来る人もいるかな。めちゃかわん、噛みたいよ。どんな感じか教えてよね。ね、楽しみ。エセ関西弁喋るとイラッとしないよ別に。わかるもん、エセだなってバレる、エセ関西弁だと。関西人はわかりますね。文だとわかんないよね、でも LINE とかだとね。関西人は LINE でも関西弁だから LINE だとわかんない、エセかどうかは。コミュハード初めてだけ批判設定で言ったな。それなこっちも思ったから、それど安心したもんだって。あ、いるんだファンの人ってみたいな、なのに近かったっていう。安心してはいけなかったやつだった。ニコ浴衣はどういうこと。ね、見学しよっかな。なんでやねん、あんま言わんかも。でもなんでやねん、あんま言わんかも。言うか、でも言うかな。日曜猫だって。先浴衣なんだ、浴衣ですって先。猫耳浴衣なら22何すんのよってなるよね。まあ何でもいいよね。皆さん関西弁喋んない、レナも喋んないか。23が猫らしいよ、22が浴衣らしい先。逆の方がいい、逆でもいいけど。悩んでる。悩んでる人大体何も喋れなくなっちゃうっていうね、レナが喋りすぎて。自己紹介していいよってちゃんと言うね。じゃん、文章ね、やねんってついてたらもう関西人だと思っちゃうからね、 LINE とかでも。うん、確かに関西の人が
標準語に標準語が映ることはないけど、標準語普段標準語喋ってる人が関西弁は、関西弁って強いじゃん色がだからね、すぐ映っちゃうよね、単語とかもイントネーション的な。大学なりつつ、マジでレナは関西離れてまだ半年も経ってないか、3ヶ月とか全然余裕です。猫が良かった。え、猫も着るよ。コミさん、レナ剥がし、かきれなさんやろっかな。かきれなさんやろっかな、剥がし。コミのめっちゃみんなをすぐ剥がすよ。みんなの剣の時間まだ余ってるけど剥がす。半分は私がもらいます。私の時間です。ジャイアン12期のジャイアンだから、みんなのものはレナのものだからね。そうだから時間半分もらう。知らんけどってめっちゃ使いますね。使う使う、ずっと知らんけど、6割ぐらい知らんけど分からんけどかな、分からんけどとか知らんけどみたいな。うん、じゃあ変えるのは別にいいか。じゃあ22浴衣で23が猫らしいです。ぽいー、マジ初拍手なんやどっちも来る喋らないでよくね。どういうこと、なんでなんで、あ、これレナが喋らんとこは。名前そびれた。え、分かるから大丈夫だよ。言って言って、お見送りの時みたいに言って。名古屋弁はマジで何か分かんない。名古屋弁って何、まず名古屋弁ってあんの半分標準語半分訛りじゃない、名古屋弁って。かわいいでしょ。平時な関西弁、え、なんか関西弁じゃないかも、あれは京都弁、大阪弁みたいな。大阪弁と京都コテコテですからね、あれはあんまりあんな喋り方の人おらんと思う。アニメやから分かりやすくしとんかな、多分。とかなんか昔の人って感じ、おじさんみたいな関西のおっちゃんたちみたいな。せやねんとかは若い子はあんま言わんかな、大阪の子、男の子とかでも言わなさそう。そう、12期のジャイアンですから私東京出身、東京出身だったのマジで。え、そうなんだ、知らんけど言ってるしお時間ですっていう前にそう剥がす。中見て、山中が1秒でもおつみさんと話せたら幸せ。いやいや、おかしい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 、何1秒でなんかあれなの、幸せになってんのね。知らんけどめっちゃ使う、超使う。うん、そう、無意識やし最後に言う、知らんけどは。今雨降ってるらしいで知らんけどみたいなでも分からんけども多い、不確定な場合は知らんけどと分からんけど。あとなんか誰かから聞いたみたいな、誰かと誰かから聞いたみたいな。だからレナはそう、なんかあんまり信じひんねんな、そう、なんか間の人から聞いた場合。例えばなんか先生がこうやって言ってたでさっきみたいなっていう張本人が聞いてたらわかるけど、なんか誰々が先生が、誰々がさっき先生が何々って誰々が聞いたらしいで、それをさっき私が今聞いてきてみたいな感じなのは信じひんから、あ、そうなんやみたいな。でそれ、うん、何の話してたっけそれはなんか知らんけどみたいな言う猫23なの。
無言やばい。やおせやかでとか絶対言わないね。今のね若い子は言わないですね。大阪のおっちゃんは言うね。わいって言ってるね。確かに女の子でも関西弁ちょっと汚くならん。でせやねん言わん。なんかそやねんとせやねんの間、せやねんは言わへん、せやせやとかは言わへん。せやねんせやねんみたいな。まあ言ったよな。せやねんではないねん。そやねんとせやねんの間。って感じ。ふそなったなって言われる。そうなの、やば。でもまだレナはまだっていうか余裕で、でもレナ何年ここにいても地元に帰ったら絶対に関西弁だと思う。はじめましての手で来ないで。来ないで来ないで。そう昔からのね作品だからね。 Y から僕に変わったら嫌じゃん平次が。僕はなとか言ってたら嫌やな。せやねん、せやんなは言う。せやねんとは言わへん、そうやねんっていう。確かに。でもなんか最近のさ若い子ってさ、そうやんなとかでもう終わってまうやん。それなとかやんなとかで。だからさ、せやんなとかよりもやなみたいなで終わっちゃうから、方言とか関係なくもうめっちゃ短い言葉で喋ってるやん。うん、コスパ良さそうやな2時。それはもう幸せになれそう短時間で。そう知らんけどね、知らんけどはめっちゃ適当な時に言う。楽しい、知らんけど。信用なくなるな知らんけどは。知らんけどなみたいな一言って感じやんな。ジャイアン誕生日昨日なんだ、行けたら行く使う、行けたら行く使うけどさ、関西じゃなくても言うくない？これは。あ、今日行けたら行くねーみたいな言うくない？だから関西の人の場合は行けたら行くは行かへん場合に使うみたいなことやろ。行けたら行くを言うか使うか使わんか問題じゃなくて、行かへん時に行けたら行くを使うかってことやんの。使う時もあるけどあんまり使わんかな。用事とかあったら、あ、今日無理やわーとか普通に言う。ワンちゃん行けたら行くをさ使う人って優しい人なんちゃう。なんか断れへんみたいな、かわいそうやから断れへんみたいなぽくない？だって使い方的に、だってほんま行けへんかったり行きたくない時にさ、行けたら行くなっていうのを使うんやろ。優しくないそれ。優しいか優しくないか分からんけど。優しい人なんじゃん心が。分からんけど、分からんけどとか言っても。分からんけどっていう。最近可愛かったやん、知らんけど。そうめっちゃ喋ってから知らんけどとか分からんけどとか言う。めっちゃ猫可愛かった昨日の。せやかては何に何て置き換える、だろうね。だからなとかちゃん。だからな何々やめんねんみたいな。分からん、何やろ、あんま使わんかも。栃木で鉛出ないの？そうでしょ、めっちゃなんか鉛そうな県だと思うんだけど。
逆にすごいね。頑張ってください。せやかてってタイミングとかどうこうじゃなくて、せやかては言わへん普通に。せやかて言わへん。めっちゃレナ遅れてるね。俺確かに確かに確かに、せやねんとかは言うかも。こっかぶり、何それ何それ、知らないな。名古屋に染まった、何それ。いやが方言じゃなくてってこと。最近の若い子って、そう、自分も含めね、自分もそれなって言ってるから、若い子ってさ、めっちゃ短く言葉言うじゃん。行かないパターンの行けたら行くって、優しい人じゃない、でもそれ使うの、使う人案外ね、思うんだけど。あー、だから一旦帰ってまた連絡するわみたいなのは使うかも。あの、ほんまにもう帰るとき、まあこの後集まらんけどみたいな。一旦とりあえず帰ろうみたいな。そうだと一旦ちょっとまた連絡するわみたいな。無理やり解散みたいな。って感じ。感じに聞いてね、全然若気にバレない。いや、バレるから、仲いいし、仲いいかバレるよ。知らないよ、バレた、バレた時に用がなければ行く。いや、ちゃんと断る方がいいかもしれんけど、でもなんかさ、行けたら行くって言っちゃう、言っちゃう人が優しくない、言っちゃう側は。ワンちゃんとかも言うな。栃木というか東北。言い張るのに映るやん。ね、今日疲れてんねんな。めっちゃゆっくり読んで、まあほぼ目で読んでる感じじゃねんけど。みんなの行けたら行こう、目で読んでる。みんな使ってるなーとか思いながら。ね、優しい嘘だよね。優しい人じゃないと思うんだけど。最初から行くつもりない場合は行かないっていう。あー、 LINE をね、 LINE をパターンか、確かに。あー、やだね、あまり話せなかったな。でもかぎれなレーンはマジでツーショットでも握手でも本当に長く話せる方だと思う。スタッフによると思うけどね。はっきり答えるわけない。まあまあまあ、優しくない、なんか傷つけちゃったらなみたいなって思ってるんじゃないかな。新時間遊び使っちゃダメって言われたら標準語で過ごせるよ、全然全然過ごせます。フルちゃんは言わん。ワンちゃんは言うけど、劇場まではいつもタクシーで行きます。行けたら行くね。あんまないかも、あんま使うんかな。だよね、めっちゃ話せるくない、話せるんですよ、めちゃくちゃ。これってありで。
京都でお茶漬けを、京都でお茶漬けを勧められるシーンなんて多分きっと一生ないと思う一生ないと思う。え、てかさ、 X の写真めちゃくちゃ画像悪くなかった？レナだけ？わかんない、移動中に見たからかな、上がってるやつ。わかんないけど、え、待って、大変すぎる。それはそんなかかるんだ。埼玉で2時間半か、遠いな。名古屋駅から栄までどんぐらいなんだろう、歩けんの？え、来週何日雨なの？まあ私はね、ずっと中だからねみんなはね、移動してこなきゃじゃん、こっちにね、名古屋に。だけど私はもう外に出ることがあんまりないので。でもやだよね、確かに。ありがとう。え、でしょ、めっちゃ話せるでしょ、レナのレン。マジで話せんの？でもマジでなんかレナってなんかこれを伝えようって思ったら1から0から10まで喋っちゃうから、めちゃくちゃ早口で、今日ね、誰か忘れたんだけど誰に話したか忘れたんだけど、あの本当にめちゃくちゃ今日ないんだよねぐらいの早口だったらさ、まあまあまだわかるじゃん、その時間もあるしね。なんだけどポーズ考える前になんか話の流れ的になんかこれを伝えようって思った時になんか全部喋っちゃって、レナがで話してる途中にやばいあの全部話しちゃおうと思って、あのめちゃくちゃ早口で喋った、何々だよねみたいなめっちゃおもろい。もうなんかレナが喋っててさ、スタッフさんもビビってた。スタッフさんもね、え、今日のスタッフさんもめっちゃ面白い人たちばっかりで楽しかったです本当にねえ、ならない話お疲れー。えー、待って、神奈川でも、そっか、神奈川だったら2時間ぐらいかかるか、あー2時間もかかるかえ、そうなんだ、20分、15分20分ぐらいなんだ。 X 大丈夫だった？今日はね、あ、歩いて40分もかかるんだ。そうかかるんだ。そうじゃん、今暑いじゃん。そう、今日のね、あの太陽レナさんはココハに撮ってもらいました。本当に通称行く10分前とかに写真撮ってた。雨嫌だから大阪から移動するの、移動いいじゃん、だって大阪から名古屋はさ車内なわけでしょ。いいじゃんいいじゃん、一緒じゃん、レナラと会場まで車内っていうのは俺強っ、晴れに変わってくれんの知らんけどめっちゃ悪くないめちゃくちゃ話しちゃってマジで10秒ぐらいレナが喋り続けたと思うファンの人もびっくりしてたもんみたいな、めっちゃおもろいよね。毎回がさ、もうマジでさ、本当にレナってマジでね、なんかもうめちゃくちゃ話しちゃうの、ね、相手聞き取れるのか分かんない、聞き取れてんのかな、たまに「えっ？」って聞かれるけど、そういう時は「何もない!」っていう。おもろいよね多分ね、剥がしの人も笑ってた、みんななんかね、めっちゃ面白い人多いですよね、私のファンの人面白い人多いんですよみたいな言ったら、あはははっておもろいよね、話したいことなんか出てきちゃうんだよね。皆さんにメールしない、あ、聞いてない、全然聞いてないわ、そんななんか業務的な話してない、そんななんかめっちゃ遊んでた、ずっと。 X の画像がなんか悪い気がするんだけど、レナだけ？え、なんか2枚目のさ、あの全身の写真あるでしょ、あれさ、めちゃくちゃ顔見えないよね。え、見える？ちょっと後に見よう、もう一回。無言になる。いや、そのなんていうの、なんか喋りたいことがあったら喋っちゃうって感じなんだけど、全部喋んないと
気が済まないから。そう、ポーズ決まんなくて。いやあれマジつぼった、じわじわ来るよねあれ。あれめっちゃおもろい。日本語わかりませんよ、聞くの好きです、だって死んだ。面白い、面白いのかな。いつも静かだよ。いつも静かだよ。ちょっとゼロ状態だった。そうなんだ。そうなんだ。でもスタッフさんによるよね、本当に。この無駄がじ発生、何も聞き取れてない。いやいや、レナの早口に返せる人とかマジ少ないと思うよ。返してみな。返してみな。あはははみたいに言ってた。そうそうですねとか言えないじゃん絶対。今日の話を聞くの、やったやったやった。だよね、悪かったよねあれ、顔見えないぐらい悪いよね。え、だよね、顔見えてなかったよね。アップしたんだけど顔もうめっちゃぼやけて、顔見えてないじゃんみたいな思ったんだけど。いやあれブレてたんじゃないの。え、嘘、めっちゃいいんですよ画質、綺麗綺麗なの本当はね。トークを聞いて握手を話す、いいねそれ。嘘、なんか顔めっちゃぼやけてなかった、痛い、指痛、めちゃくちゃ強い人いて吹いた。たまにいるんですよ、そのめちゃくちゃね、もうなんか、まあ、でもそれが仕事だから、それが仕事だから。逆になんかレナもなんか話しすぎて、なんかスタッフさんがさ、僕はなんかあの剥がしの仕事なのにみたいな、こいつめっちゃ喋るじゃんってレナに向かってね、こいつめっちゃ喋るじゃんみたいな、でもお時間ですって言わないとダメだし、けどこっち側めっちゃ喋ってるしどうしようみたいな感じだったから、ちょっとねかわいそうだった、ごめんなさいって感じだよね。あんまり喋りすぎてもそれが仕事の人からしたらさ、いやどうしたらいいのってなるから。ゆっくり喋るから。確かに確かに確かに。ペースおもろいね、レナがめっちゃ早口喋ってゆっくり帰ってくるみたいな、めっちゃわかる。悪いこと早く言おうとしてんのやばい。めっちゃぼやけてたよね、なんでだろう、なんでだろうね。 OK、 こういう気にしなきゃいけないこと見える。そうそうそう、アップにしたらねめっちゃね、もう顔見えないよね、わかんない、なんでだろう。 LINE 一回通してだからだろうね、ラインって画質悪くなるじゃん、めっちゃ。気をせっ、いいよいいよ、プーさんのいいよ、いいよだったっけあれ、紫の人。え、めっちゃ悪いよ、確かに悪いとかね、あれね、あのレナの端末の写真はアップしてもめっちゃ綺麗だから、顔めっちゃ見える。そう、あやばい、ごめん、めっちゃ揺れちゃった。テレビで話してくれたらいい。ずっと話してない、ずっと話してたらマジ結構疲れるんだからね。でもね、なんか楽しいですよね、話してたら。話すことがさ、たくさん出てきちゃって、なんかもう話すことないですってぐらいになったらいいんだけどさ、なんか人によって全然違うじゃん、なんかこの人はこうだしとかさ、なんか話すことがね、なんかみんな、なんかみんな嬉しい、ありがとう、嬉しい、ありがとうだったらさ、いいといいんだけど、なんか面白い人もいればさ、なんかね、優しい人もいたりさするから、こっちもさ、なんか面白い人にはおいーみたいな感じになるし、楽しい、あ、優しい人にはありがとうみたいになるしさ、なんか言うことがさ、こっちもさ、みんなによって変わるじゃん。そうだからね、いっぱいね喋りますよ。喋っちゃうんだよね、本当に喋っちゃうんですよ。声小さかったね、マジあれね、わざと声でかくしてるんだよ、
もう本当に声小さかったらね、えとか言われた瞬間もめっちゃ喋ったのに声届いてなかったんだみたいになるからね、画質やばいよね、なんだろうね、めっちゃ長いよ時間ね、長いよね、めっちゃ長かったよね。うん、前回の別れだっけ、そうだそうだそうだ、もうバスみたいな、お時間でバスって感じだっためっちゃねおもろいよね、マジ時給アップレベル、今日はありがとうじゃないよメガネに関して画像いらないでしょ、メガネメイン出てくる、そこだけメイン出て情報の中で申し訳ない、すぐ離れちゃう、あーいるね、確かに、なんか申し訳ないと思ってくれてるんだろうなって思います、そういう人はなんか背中に向かって話しかける、大丈夫だねーって早くさ、あのねだとめっちゃ画質いいよ、そうなの、マジでなんかよくわかんないよね、ロバだっけ、なんか紫だよね、こっちが喋ってる、あマジで8割喋ってない、じゃんいいよいいよ、休憩タイムやんじゃん、レナのレナずっと8割喋ってるから、あ高画質で読み込んでみたら変わるかな、やってみて誰か俺じゃん、全部俺じゃん、何言ってんの何言ってんの、言ってたほうがでもどうだろう、あんまりなんか、いやでも分かんない、喋っちゃう、結局喋っちゃうんですよね、なんか結局喋っちゃう、いやマジでね、なんか早口もあるし、早口もあるし、そのあのパネルがあるじゃん、だから本当になんかこっちもね頑張って元気出してます、声やばい本当に、あれね多分本当ちょっとでも元気ない時に遠く会とか握手会だったらマジで聞こえないと思う、本当にね、うん、あれ全然聞こえた、そうみんな側の声もねこっちが頑張って聞き取らないとじゃん、それはマジである、こっちもね、えこっちもえってなったら申し訳ないじゃん、こっちがえってなるのが一番申し訳ないの、えっていうかあのもう一回言ってのやつやっちゃったらめっちゃ申し訳なくなっちゃうからね、だから気のせい、いいよだからね、お見送りはマジで聞いちゃう、えなんてってあれ案外距離あるんだよねメンバー側からだったらさ、なんか普通にいつもの感じだなって思ったけど、そう一回ココハとなんか実験したんですよ、その劇場のそのなんか線のところにココハを座らせて、でレナがあのお見送りのあそこのを歩くっていう、そしたら声が全然聞こえなくて思ったより、いや嘘、顔見えたマジで、怒られる、怖い怖いと思ってないでしょ、離れた感がすごかった、え携帯によって違うの、違うんだ、のぞみって何、作りに来てきゃいけたい、おかげれなの、いやそんな言ってないし言ってないから、そんな共有されてんじゃん、レナ共有されてる、話したいこととかマジ常にないからね、レナ本当に話したいこととかマジでない、みんなのその一言に対して10割で返すだけで、マジでなんかみんなが多分無言でやってきたら本当に何もないと思う、レナもみんながねなんか一言でも喋ってくれるから、なんかそれに対してえ、ない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 じゃん、そうなのってなるんだけど、いやまあでもね全然喋れるけどね、何も言わなくてもね、何も言わなくても喋れるけど、全員何もなくて全員無言でやってきたらちょっとさすがにねさすがにちょっと次の日体調不良になっちゃうわ全員無言でねやってきたらね全員に対してだってさ言わないとじゃん、レだから全部言わないとダメなけっしょ体調不良になるって
気遣いしないよ。全然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 萌え侍って感じですね。声のめくり危ない、危ないよね。確かにメンバー同士も近いしさ、ファンの人もさ、みんな並んでるからさ、もう聞こえないよね。聞こえない本当に。いやマジで、あのビニールシート本当に辛い、あれ辛い。4位1、声がね、もうめっちゃくちゃマジ元気 100% の時にタクタクしないとマジ疲れちゃうよあれは。本当にね、書いてあげられるんですが、やば、嬉しい、やばいじゃん。嬉しいよ。いや無言できたらマジでね、嫌だよね。頑張りすぎて猫の、やば。本当にね、めっちゃもうちょっと笑っちゃうね。想像しただけでちょっと辛いわ。想像しただけでちょっとあれですね、体調不良ですね。想像しただけで体調不良ですね。準備準備だけで OK。 やだ、すごいやばいね。うんうん、あいつやったことか、単純計算。うんうんうん、藤村さん今日は途切れのねって話してた。いや昨日も今日もめっちゃ途切れてたけどね、なんかね、来たり来なかったり来たり来なかったりみたいな感じじゃなかった。後半につれてどんどん来だしたりって感じだった。おやすみー。そうなんだ、なくなったんだ。次どうだろうね、次のシングルどうだろうね。急に喋りすぎてね、体調不良になっちゃいました。あー、まあ、確かにね、シートある分には近づけ近づけるけど、けど声がね、なんか下とかが開いてたらいいけど、握手じゃなくてトークか。トークってさ、ビニールの下開いてないでしょ確か。足元しか開いてないよね。ギャグセッ、いいよ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 。うーん、制服ね、合格キスの衣装ね、1日しか着てないもんね。1回か、1回1日分しか着てないから。手のひらに書いてたらあれじゃん、喋ってるのそんな感じじゃん。かわいそうじゃねえわ。おやすみ。3月の幕張、どっちどっちどっち、3月の一番最初の幕張、通称は昨日今日が初めてだからか。確かにみんな頑張った、マジでそれな。こっちも頑張ったから成長したよね、そう考えたら。今日の仕切りは全然問題ない。あー、それな、あのね、なんか今日の仕切りはあれだったよね、なんか後ろかこういう横になってる後ろが空いてた、こちら辺が ちっちゃかったんかな、なんかわかんないけど、だから全然聞こえた。マスクしなくていいんじゃない、かわいそうじゃない、マスクつらいよね。大変だった、軽減していた。マジ面白すぎてやばいんだけど、なんかさ、印象なんだけど幕張のさ、握手とかなんかめっちゃ暗くない、会場。今思い出したらなんかめっちゃくちゃさ、なんか暗いイメージあったんだけど、あんな暗いの、あんな暗いもんだっけ、そんな暗くないかわかんないけど、今日はそんな暗いイメージなかったんだけど、握手の時めちゃくちゃ会場暗かった気するんだけど。やばいね、聞こえないもん、声何も聞こえない。いや、それが一番大変だったね、なんだよ。本当にそれなすぎる。うん、逆逆しか聞けなかった、どうしよう。あ、隣行くんだ、
いいじゃん、いいじゃん。マガリアンなもんなの。え、でも今日なんかそんな暗くなかったくない。あ、ライトつけてるのか、あれ多分つけてる。あれツーショットってライトついてるっけ、上か前かなんかどっかに。マイク通して、え、面白そう。でもそれも暗いよね、やっぱりね、めっちゃ暗いなと思って。外から見てたあの時代ですねまだ新しい、あ、会場が、え、そうなんだ。え、今日でもね、なんか明るかった気がした。照明ついてたんかな、撮影だから。両スムーとした、あ、関節、ね、めっちゃ鳴らしちゃう、すぐ終わろう。あー風呂入ってダンス、もうレッスン場使いたかった。なんで、やだ。今日はやる気に満ち溢れてたんですよ。今日はさ、握手はキューブじゃん、キューブだから名古屋に戻ってくるのが早いわけじゃん。だからさ、よし、今日はもう3時間ぐらいは踊れるぞって思って、踊れるぞっていうか踊るしかない、踊れるぞって思ってたんですよ。頑張りますからですね。今日まつげは失敗してないです。下まつげはなんか傷んでるけど、下まつげ量がないんだよね。撮影なんかついてんのか。待って、コメントが、撮影照明あった？わかんない、見てなかった。だからか、まあ明るいイメージだった。うん、疲れた、疲れましたね、急にだったいや、やる気しかなかったし黒レナです。おつー、確かにレナが輝いてるからね、めっちゃナスやん。いや、それな、頑張ってますよね。はい、なんかやんないとやんないとって思ったらできないんだよね。なんかやるしかないし、なんか気楽に行くか、いけるって思ったら、なんかやるしかないからやるようになる。やばい、やんないと、今すぐ始めないと。なんで今携帯いじってるのとか夜中に思い出したらもうダメなんでいじってるのって思ってるくせにいじっちゃうんだよね。だからあんまりそういうこと思わない、何も考えずに携帯見てたらダメじゃん、自分携帯見てたらダメじゃんってなる携帯見ちゃってるじゃん、どうしようってなったよ、やらないとみたいになったら、もう一緒、もういっか、もうちょっとだけみたいになっちゃうんだけど、案外普通逆だよね。でも普通ね、逆なんだけど。そうね、使えないのね。お風呂入れたーって感じ。髪の毛痛いし、頑張って、ありがとう。まだ追いつかない、やばい、大変すぎて無理ブラックだね、レナの通称とかブラックだまだ始まったしや、終わるためのなんか準備よね、踊る前にお風呂に入りたいと思います。下から頑張れ、ありがとう。一緒に行かないと覚えられない方、残念。そうなの、マジでそう。でもなんか本当に番号やばくて、レッスン場が最近まあ空いてないことが多いじゃないですか、サマーツアーのリハとかで。だからそういう時は本当にもう歌いながら喋りながら言ってる、3とか 3.5 とかここはニセリの5とか喋って言ってます、一人で。
そうしないと覚えられないんだよね。なんか頭の中で番号って覚えれなくて。3日連続はちょっとね、限りの摂取結構きついと思うから頑張ってね、体調気をつけて。早く寝るね、ありがとう。薬局行かない、なんか雨降ってそうだもん、雨の音聞こえるからさ、やだと思って。明日行きます。早く休んで、ありがとう。え、それな、マツパの効果出すぎじゃない？普通にめちゃくちゃね、綺麗にマスカラ乗った。ね、2時間やろう。制服目来てね、楽しいよ制服の目。偉いでしょマジで。じゃあ気をつけて、ありがとう。クレヨンしんちゃん見てない？あ、怪獣8号見出した、昨日見た。昨日の移動中に言ったっけ、言ったね、言ったね、言ったわ、ごめん、言ってたわ。言ってた。めっちゃ変な人、マジで変な人だと思う。誰にも見られたくないもん、こんな姿って思いながら踊ってる。喋りながら踊ってる。リハってこと？リハとか本番で？それ言いそうにはならない。歌ってるから、もうリハとか本番の時はもう 100% 覚えてる状態でいくから。あれだけど。本当に危機の時とかは、マジで誰にも見られたくないぐらい、真剣な顔で、ゴーとか言ってる。マジ絶対嫌だもん。本当に嫌だ。親にも見られたくない。それはまあ別にいいとして。それいっか、まあ、まだ2話なんだよね怪獣8号、まだ2話しか見てない。そういう展開なんだって思った、そういう展開になるんだみたいな。結構なんか想像してたのと違って、1話で想像したのと2話で想像したのと、なんかめっちゃ急に急展開、急に展開が変わる話だよねあれね。もう梅雨っぽいね、ずっと雨でね。最近ねドラえもん見てんの、寝る前は。でも昨日は普通に眠すぎて寝ましたね。急にね、ゴーゴーって感じ。ゴーって感じで言ってる。いやマジめちゃくちゃ怖い顔してると思う、多分全く喋んないし、まあ、一人だからね、一人暮らしだから。家とかで、実家とかでダンスとかやってたらめっちゃむずいねん、ここがむずいねんとかお母さんに言ってるんだけど、一人じゃん、一人でもう何回も巻き戻して、わからんとか言ってる。こういうとこが押せんの。おもろい。原作読まないんですよ、アニメしか読まない。人生でさ、あれ読んだことない、漫画、漫画一回も読んだことない、一作も読んだことない漫画。言いたいこと、言いたいことあんまないと思うんで、確かにそれはないと思う。アニメ面白い、まだ2話とかだけど、なんか今のアニメってさ、めちゃくちゃ綺麗じゃん、すごいよ、めっちゃ綺麗だよ。でもなんかこの間のね、ワンピースの最新話をみんなにも見てほしいんだけど、最新話だけでいいんだけど、ゾロとあのルフィがめっちゃ変な顔するところがあるんだけど、そこがマジでもう画質がやばいの。なんかワンピースってもう和の国とかエグいのね、和の国に入ってめちゃくちゃ綺麗になったんだけど、和の国とか言っても分かんないと思うんだけど、そのワンピース島をさ、どんどんやっていくじゃん、で島を、悪いものをやっつけて次の島にレッツゴーみたいな、でなんか特大のお宝がある島にいつかたどり着こうねみたいなさ、感じの話なんだけど、簡単に言うと簡単に言いすぎたんだけど、すがくんありがとう。なんだけど、いや褒めじゃない、ありがとう、みんな褒めてくれて。急にね言ってるから。え、そんでね、怪我して、イヨーンで、あの嫌そうな顔なんだけど、あ、そう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 、カイドウのねところ
なんだけど、ハナ君魚の顔出てこないんだけど、え、魚の顔、あ、出てくる、ジンベエかな、ジンベエがね仲間になりましたね。なってから初めてみんなで戦うところなんだけど、そのめちゃくちゃ綺麗なの、その島に入ってから、ワノ国っていう島に入ってからの画質がめっちゃ綺麗になったんだけど、そのそこのはもう終わって今次のね島なんだけど、あのねもうえぐいの、もうやばい、どんどんめちゃくちゃ綺麗になる。なんかもうなんか画質、今回はなんかあのシーンっていうか、そのなんか顔なんだけど、レナがなんかすごって思ったのが、そのなんかねルフィとゾロがめっちゃ嫌な顔するところがあるのね、その嫌な顔がやばいのもう昔のワンピースとか見てた人言ったらもう分かると思うけど、本当にもうやっばい、すっごい今のなんか今の時代を感じるって感じの 絵だった。なんかワンピースすごいなっていうより、なんかみたいな、こんなんできるんだみたいな、これアニメだよねみたいな感じ、やばくない、めっちゃすごいの。いや魚の顔の人いたっけ、え、ジンベエじゃない、ジンベエ、ジンベエでしょ、あれ何、え、なんだろう、魚の顔かいたっけな、読むの諦めた、あ、そう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 、手錠ね、そのところね、そこです、そこです、そこめっちゃわかるよね、それ言われただけでわかるでしょ、一瞬で変な顔って言われたの、あの衝撃がかかった、めっちゃ怖すぎるじゃんと思って。巨人島はめっちゃ前だよね、めっちゃ前っていうか、あのめっちゃ後、後ろの話だった。うわ、シャモニー諸島の 2年後のところね、あれめっちゃいいよね、あそこを見返したい、レナも見返そっかな、え、あそこめっちゃいいよね、マジでわかる、うん、わかる、マジでわかりますね、マジでわかる、マジでわかる、マジでわかる、いやめっちゃいいよ、ワンピースほんといい話なんです、皆さん見てください、本当にマジでみんな見てほしい、本当にね、めちゃくちゃね、あそこ本当にもう感動にやばいにえぐーだからあそこのね頂上決戦からのもうやばい、本当にやばいんだって、本当にやばいんですよ、サメまでだって巨人のところまで読んだ、巨人どこだろう、巨人いっぱい出てくるんだよねサメってあのあれだよね、めっちゃ初期じゃん、サメの次巨人なのいやマジで面白いんだって、本当に読んで、お願いだから読んでほしい、本当に読んでほしい、実写化ね、ちょっとレナを見るわ、実写化なんかあれだったね、レナなんか結構見てたわ、3話4話ぐらい見てたね、終わる詐欺してるから終わるね挫折やば、早いよ、挫折早いガイフス中身の前、あ、でも結構見てんじゃん、結構見てると思う、え、結構見てるじゃん、いいじゃんいいじゃん、結構見てるじゃん、誰だったか分かる、え、分かんない、レナだったの、ワンピース系かあれしか見てなかった、ホルダーとなんだっけ、ストラップみたいな、ストラップだよねあれ、いろんな意味でおもろいよねあれ、わかる、今ワンピース今何話なんだろう、1070何本か1700何本、どっちだっけ1700何本ぐらいじゃない、一番最新のやつ、アニメ一番最新何話だろう、
うわ、でもか全部決めれないんだよな。推しとかもできないしさ、どこが一番好きとかもね決めれない。どうしたとか一番興奮した2年後ねやばいよねやばいですよね、わかるわ。なんだっけ、あのさ、ルフィが結構あの病んでる時期にあれが助けたじゃん、名前が出てこないあのあれがさっきまで言ってたのに、ジンベエだ。そうだよ、ネタバレされてんじゃん。え、3時だったの？マジで顔しか見てなかった3時仲間になってなってたなった、あれもいい話だよね。3時んとこも泣いたわ、なんか全部泣くんだよね。ワンピースってマジでなんか名シーンって本当に多くて、まあどのドラマもそうなんだろうけどさ、ワンピースってなんか特に名シーン多いよね。うわこれ絶対名シーンじゃんって分かるぐらい感動するし、毎回ワンピース好きになったきっかけとかないかも。普通になんか高校で流行ってて、ほんで見出したの1話から半年かけて見たね。半年かけて見ました。そんな明日見れないよマジでやばいよ半年かけたから寝れな本当にやばい、もうねやばいよ。ワンピースはえぐい、しかもなんか倍速で半年だからやばい、1年かかる、1年かかると思う。1109だったじゃあ1000、え嘘本当に、なんか1700何歩か1070何歩か1007話ぐらいだと思ってた。なんか7話だった気がするんだけど、1107話だったのかな。2作前だもんね、2話前だから。ワンピースいぐなぐいよね。えでも案外全部見れた。ルフィが病んだ時があったの。そうそう、ジンベイジンベイ、アラバスタいいよね。ちょっと最近また浮上してきてるからね、ビビがね、あれどういうことって思ったんだけどちょっとネタバレになっちゃいそうだから。メリーんとこ泣いたメリーやばい。メリーってあの初期のワンピースのあの何船なんだけど、感情があるの、感情があって、ちゃんと感情があるっていうか、その感情がある風に作者が書いてたのね。だからめっちゃ泣いたよね、多分そのための感情だったと思う。あれは伏線回収ってやつだと思う多分。めっちゃ最近だよマジでね、高1とか高2から見始めた。それまであの高2か、高2で見始めて、高1の時とかルフィとチョッパーとゾロしか分かんなかった。マジで誰も分かんなかった。サンジって誰みたいな、サンジは名前知ってるけど顔知らないとか、マジでそんなんだった。仲間何人とかも知らないし、そう全然知らなかった。ビビね、ビビったよねビビだけにざっくり説明できないよもうでももう1年とか見てるからね、1年2年ぐらい、1年か。お前さんねジンベイやばいよねマジわかる。うんやってるね、ずっとやってるよね、24時間。なんか何回もループしてるらしいね。あれ弟に聞いたの、あれなんかずっとやってんのみたいな、でなんか一生ループしてるよみたいな言ってた。20話って会場レストランの3時なんだ。えそうなんだ、結構序盤なんだね3時ってなんで2回目なのじゃあ 1は1分のハイライト、うわーでも1は1分でもさ1000分だよやばくない普通にそんなことない。ねみんなの高校の時はさ、そうなんていうのマジでさ流行りのあれだったじゃん、ワンピースとか。
もうレナの時なんかさ流行りきってるからさ見てて当たり前みたいな感じじゃん。サンジとかマジで誰って感じだった。ピカチュウと一緒なの知らなかった。話知らんのかい。船が喋るっていうか、なんかあの船になんかあの感情を やってたの。なんかあのこういうなんか汗汗みたいなマークとかがここに出てきたりしてたんだよね。そう。でも喋ったよね船。ああそういうこと？ああそうお別れの時のやつか。あそういうことね。普段喋らなかったので感情がだけなんかあの感情だけなんか出てくるみたいな感じで、あ喋ってた、思い出した喋ってたね。一番好きなシーンとか特にないかな。全部好きだね。一番好きなシーンか。でもレナチョッパー、チョッパーがチョッパーの感動が好き。チョッパーね感動ですね。あれ本当に名シーンだよ、ね、多分ワンピース知らない人も知ってると思うんだけど、レナは知らなかったから本当に何にも知らずにワンピース見たから。セーフはってどういうことだよね。思うよね。ね、やばいよね。半年かかったもん倍速で見ても。今毎日配信よりワンピースになっちゃう。確かにそれはマジでそうなるぐらい面白いかな。そうなると思う本当に。ね、悲しかったよね。15年、やば。そうなの、めっちゃ前の。だってねレナがね地上波で本当にちっちゃい頃にお兄ちゃんとかさ、そうなんていうの、お兄ちゃん6個上と4個上だから、まあちっちゃい頃ワンピース見るじゃん。朝のやってる、朝やってたじゃんワンピースって。あ今もやってるか。の時とかに見てたんだけど、その時に覚えてるシーンが、マジ保育園とか小学校の時だっけ、覚えてないんだけど、そこはなんだけど、どこの、あのビッグマムだったの。ビッグマムのところでなんかワンピースってなんかお菓子の国のお話なんだみたいなっていう印象がめちゃくちゃあって、そうで、そこにたどり着いた時に、高1、高2の自分がそこにたどり着いた時にマジで感動した。結構あれだね。え、でも結構後か、前ぐらいか、前の前とか。マジで倍速だからね、感動のシーンとかも倍速だからやばいの。でもそうしないとマジで間に合わないのね本当に。そう、エーレのさ、エースやられるやつさ、本当にマジでその日にエースがやられるシーンを見れるっていう一日の時に、あのネタバレされて友達からはと思って、マジで普通に喧嘩した。しかもなんかあのめっちゃね、なんかそのなんか高校で流行ってたって言ったじゃんワンピースが。ちょっと待って、もう終わるはずなのに話しちゃうよ、たくさん話しちゃうよ。ワンピースに推し編はまあまあまあ共感できるから。いや感動シーン、え、でね、それ感動シーンあるじゃん、あの感動シーンを、そうなんか高校の時とかさ、もうずっとさ、もう何するにもどこ行くにもさ携帯でワンピースを見ながらやってたから。でお兄ちゃんとかもさワンピース見てるじゃん、ちっちゃい頃からね。だからそうなんかどこだっけ、あのロビンの名シーンあるじゃん。あそこをね倍速で見てたのね。そしたらお兄ちゃんがちょうどお兄ちゃんとたまになんか一緒に見てる時とかもあって、なんかお昼ご飯とか食べてる時とかもここに携帯立ててたら、レナの席の横がお兄ちゃんの席だから、その一緒に見てたりしたのね二人で。でさ、そのロビンのところ倍速で見てたら、なんか「え、お前ってさ」みたいな、倍速で見とんみたいな言われて、うん、だって間に合わへんもんみたいな、初めて見るしみたいな言って。でロビンのさ、なんだっけあの名シーン、ロビンの名シーンがめちゃくちゃ倍速で見ちゃってて。ロビンの名シーンって絶対に倍速で見ちゃダメなの、絶対ダメな場所なんですよ、ね、行きたいだっけ。あれがもう全然感動しなくて、二人でめちゃくちゃ大爆笑しながら見たの、あそこ。
ちょうどお兄ちゃんと一緒に見ちゃってて、一人だったら多分なんかめちゃくちゃ感動したと思うの、倍速でも。なんだけど、その倍速で見てる、こっちからしたらさ、もう倍速で1話から見てるから、それが当たり前なのね、その長さが。だからちゃんと聞き取れるし、なんだけど、もうお兄ちゃんと一緒に見てたら、自分がなんかこんなに早い速さで見てるんだっていうのを実感して、お兄ちゃんにめちゃくちゃね、ディスられて、そう、もったいないって、めちゃくちゃディスられて、なんか、お前その速さはえぐいって、みたいな、もうなんか、めっちゃ早い飯になっちゃって、そう、っていう話と、そう、高校のね、あの子になんかあの、ネタバレされて、で高校で流行ってたから3人見てて、レナ含めて、ネタバレした人とレナともう一人の子で3人でワンピースを見てたんですよ。でその、ネタバレした子も何ネタバレした子ももう一人の子もワンピースはもう最後まで見てたから、だからレナだけ知らなかったの本当に。でね、なんだそのやられるじゃんエースが、知らないじゃんレナ、ワンピース本当に知らないから、本当に知らない、マジで何も知らなくて見たから。でそこまでさ誰にもネタバレされることなく見てたから、で3人でワンピースの話してる時に、今ここなんだよねみたいな、今やばいよねみたいな、今めっちゃいいところじゃないみたいないう話をさしてて、そしたらそのもう一人の子がなんか、まあエースは死ぬけどみたいなのを言ってきたね、レナの横で。まあエースは死ぬけど、まあルフィも生きるよなみたいな話をポロって言って、ええみたいな言うって感じになるやん。でもう一人の子がなんかやば言っちゃったみたいな感じの顔されて、え待ってガチなんやみたいな前まだ見てないんだけど、でもさっき諦めてたやんやばくないはぁと思って、今ごめんめっちゃ今見た人って感じやけど、うんうん、今ネタバレされた人がやばいごめんだけどみんなはその見ひんかあれかもう見た人ぐらい、だいたいね、だいたい見た人やんって感じで、まあいっか大丈夫かなって思ったんやけど、今は大丈夫やろ絶対大丈夫やったごめんごめん、もしえでも絶対大丈夫だってさ、共感って感じのコメントなかったもん。そんだよ、もうなんか、えみたいな。ええ。で、その帰りの電車で見て、で、もうその分かるやん、大体。あー、もうそろこのシーン来るな、みたいな。でも、あいつのセリフをもう思い出して、その同級生のね、今でも仲いいんやけど、マジでめっちゃ喧嘩した、普通に。なんか1時間目なんか朝の、なんか、投稿して、朝投稿してなんかみんなで朝の時間になんかご飯とか食べながらなんか話しててんやけど、1時間目に体育やってん、1時間目に体育なんや、いや体育やったんやけど、もうマジでずっと喧嘩あの体育でお前マジでありえへんからとか言って、でそしたらさ、そのそいつもさ、なんかそんなことでガキも投稿やんとってよみたいな感じの反応やねん、そんなんはぁーと思って、もうめっちゃやばないみたいな、みんなに言ってた、こいつさめっちゃレナにネタバレしたのにこんな反応やねんね、やばないみたいな言ってた。そう、しかもその時の体育があのなんか先生不在の体育みたいな感じで、でなんか体育祭の練習、体育祭のダンスかなんかの練習で、そなんか武器があったんですよ、なんか傘かなんか旗かなんかステッキみたいなやつで、自主練みたいな、そうでそれで喧嘩してたでももうさ、そんなんしゃあないやん、言われたことはもう仕方ないから、そうもうゆる全然許してたけど、そうそうそう、その人からしたらさって感じ、もうマジでさ何やってくれてんのみたいな。それをまたお兄ちゃんに話すやん、帰ったらなんか今日友達にのネタバレされてみたいな言ったら、もう大爆笑、お兄ちゃんえぐーみたいな、そこネタバレされんのえぐーみたいな言って、やんなみたいなマジやばない、ほんまにほんまにえぐいよな。いや、なんか他のネタバレやったらいいやん、例えばさこの先ジンベイが仲間に入るんやでぐらいならさ、いやだるーってなるけど、それぐらい、それもだるってなるやん、それでえー、そうなんやみたいな
なるんやけどさ、なんやけどバレた、お風呂の準備したのバレた玉ねぎヘア、玉ねぎヘアとっともバレたそう、やばない、お兄ちゃんと結構見てたから。そうやね、マジでさ、もうっていう、マジでワンピースに関してほんまに最悪やった。そこだけ、そこがね、そこが最悪でした本当に、はい、今でもほんまに恨んでるから、あの時のことは。全然それ以外は、ね、いいんですけど、まあ可愛い子なんですよその人も。ちょ、めっちゃバカやねんな、その子が、その友達がめっちゃバカで、普段からね、うんねそれな、バレた、普通にバレてたやだー、傷んでるよ髪の毛、バサバサ、毛先とかやばいよな、毛先めっちゃさ内巻きにしてさ、あのめっちゃケープしちゃったから。お風呂入ります、11時になったら終わる詐欺ごめんしちゃって。確かにちょっとウェーブっぽくなってるけど、いや玉ねぎ感半端ないけどな、全然ウェーブ感なくて玉ねぎやねんけどめっちゃ玉ねぎ。恨まれてたか、可愛かった髪型がボサボサになりました。ここをちょっと緩めるだけでもう頭が痛くなくなるっていう ね、バレちゃったお風呂の準備いや可愛くないよネタバレするんだもん、ネタバレする人可愛くないでしょ可愛くないネタバレだから、しかもね、あと残っちゃってるね。ちゃんとシャンプーします。わかめかわいい玉ねぎ、やばい、ちょっとめっちゃ喋っちゃった、ごめんね、ありがとうみんな、今日も遅くまで付き合ってくれて、今日来てくれた人も昨日来てくれた人も配信来てくれた人もありがとうね、楽しかったね、ありがとう。寝起きするめっちゃ面白くないこれ、ここ固まってるからさ、ここケープで固まってるから動かないから後ろだけっていう浴衣何にしよっかなって思ってるけど、今までしたことない髪型でもう決めてます。もう決めてるかな、え、味方ね、何しよう、えどうしようね、迷ってるんだよね、迷ってるんかいって感じだけど、そうなんだよね、でもまあ今までやったことない方がいいじゃん、だからめっちゃ緊張しちゃう、終わる詐欺ごめんね、ありがとうしちゃって、今日もありがとう、たくさんみんなも見てね、話してる人になる眠いね、またね、ありがとう、今日ありがとう。そう、マイメロディーだったんですよ、マイメロディーレナさんでした、今はこんな格好だけどえ、今日これこの格好もさ、レッスン中に着ると思ってこの格好だったの、めっちゃ恥ずかしかった、髪の毛玉ねぎヘアでこれでこれだったからさ、あいつ大丈夫かみたいな感じだったありがとう、知らんけど風、お疲れ様、ありがとう、今日もありがとう、優しかった、ありがとう。ねえ、ネタバレ、トーク会ネタバレ普通にやばいからねでも大丈夫、ワンピース間に合ってるから、怪獣8号危うい、はい、あー、今日鬼滅なの、お、いいね、じゃあ今日の夜寝る時のお供は鬼滅にします、ありがとうね、ただのスインになっちゃった、またね、おやすみ、ありがとう。ポニテはしたことあるじゃん、だってなんでしょう、浴衣の時なんでしょう、ひじきたりにいたかんで
待って疲れとるね。ありがとう。みんなも明日頑張ってね。朝からだと思うけど、わかんないけど。風呂入って寝ようね。ね、暑かった。めっちゃめっちゃもうずっとこうやってやってた。シミクスイじゃん。ありがとう。おやすみ。ありがとう。待って、おやすみメール送ってないじゃん。おやすみメール送ってないじゃん。最初またメロくんねーと思って見たら、言ってよ。みんないらなかったのメール。みんながいいならいいけど。え、ごめんね。しかもなんか11時過ぎてすぐに終わっちゃう感じでメールも送ってないのに。せっかくならちょっと早くに終わってメール送ればよかったね。ごめんね、全然見てなかったわ時間。ごめん、話しすぎちゃった。おやすみ。めっちゃ忘れてた。メール、え、ごめんなさい。本当に調節と寝る手前、いいね、お風呂入ったんだ。めっちゃ忘れてたんだけど。めっちゃ良すぎてた。なんか申し訳な、11時過ぎてすぐに終わっちゃうの。終わるけど、ごめんね、メール忘れちゃったね。みんなも忘れてたと思う多分。本当にね、めっちゃ3分過ぎてるとか、道やじゃない、気づいた時3分だけとか嫌だよね。電車に1分遅れての、遅れたの乗れないわ。遅れて乗れなかったみたいな。皆さん、皆さん、ありがとう。じゃあ、ごめんね、ごめんね、メール明日の朝送ります。え、ちょっと長かったよね。ね、ごめん、配信ね、やっちゃった。またしたね。ね、久々に最近おやすみメールずっとくれてたのに、やっちゃったよ。やっちゃったぜ。ありがとねー、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 ありがとねー。そう、メール忘れてた。かわいい、やばい。おー、やっと帰宅ちゃん。おつにいちだね。みんななんか嫌じゃんから、メール来たから大丈夫とか、死んだ。ありがとう。あーに向け、なんかあーとかね、よくやってるよね。懸命懸命、なんかめんどくさすぎてあーとかやってる。はい、明日メール送ります。さよなら、ありがとうございました。じゃあねー、みんな、いるわ。おやすみ、ありがとう。おやすみ。誰からも来てない、えらいやん、えらこ。おやすみ、ありがとう。じゃあねー、バイバーイ。バイバーイ、みちゃん、おやすみー。ありがとう。おやすみー。おやすみー。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ、また明日ねー。おやすみー。